愛媛伝新しい時代を作る一人になる今日の星予報愛媛です。この番組は毎朝7時から日々の星予報とこれからの新しい時代水亀座の時代に向けてのヒントをお届けする番組です。11月1日水曜日、皆さんおはようございます。11月も今日からスタートですね。2023年もあと残すところあと2ヶ月になりました。こう水亀座に冥王星が春に1回入ってで、また逆行で今ヤギ座に戻ってきてるんですけれども、まあいよいよねあと2ヶ月ちょっとで水亀座に、冥王星が移ります。まだまだねこれから、エネルギーはどんどん変わっていくんですけれども、こっからはね本当にこう自分のこれからの未来についてね、進んでいく大事な時期になるんじゃないかなと思いますので、今月も、今日の毎日の星予報ねぜひ参考にしていただけたらと思います。はい、それでは今日の、ご紹介なんですけれども、今日もね YouTube の、紹介をさせていただいたらなと思います。ここで紹介するところは紹介するものっていうのはやっぱこれからの時代に生かすことのできるヒントをね、知っておいたらいい情報だったりとかね、私が気になっているニュースとかね、この先生の話は聞いといたらいいよとかね、まあ、そういうのを、毎日少しずつねこの水亀座本格的な水亀座に向けてね、シェアしたいなっていうふうに思ってるんですけれども、今日は、これも、私の、好きな先生の一人なんですけれども、京都大学の、先生でですね、鎌田教授って鎌田先生っていう、地震のね地学の、先生がいらっしゃいます。でこの鎌田先生は南海トラフ沖地震だったりとか富士山のね、直下富士山の噴火だったりとかね、そういうこう噴火とか地震とかねそういうのを研究している先生なんですけれども、結構なんか難しいけど面白いっていう、もともと私は地震とか、噴火とかね地学が結構好きなので、余計かもしれないんですけれども、鎌田先生は本当にはっきり言ってくれるんですね、いろんなことをね。でなのですごいこのこれから私たちがね、何をしたらいいのかっていうことをこう明確に教えてくれる先生なんですよ。なので私の中ではこの地震の先生の中では一番、尊敬してる先生でもあります。YouTube でちょうどこの京都大学2020年にはなるんですけど、京都大学での、最終講義っていうので、結構長い時間1時間ぐらいある動画なんですけれども、結構これ面白い動画なので、もしねこの南海トラフだったりとかねそういう噴火とか地震に、興味のある方でまだ、見たことないっていう方はぜひね一度見られたらいいんじゃないかなと思います。また、YouTube の、リンクを、下に貼っておきますのでね、よかったら、見てこれ今後のね参考にしていただけたらいいかなと思います。はい、それでは続いては今日の星予報です。今日の星は月が昨日に引き続いて双子座を、通っていきます。そして魚座の海王星と乙女座の金星とが T スクエアというね柔軟球の T スクエアになります。今日のエネルギーは、
まあ、いろんな情報を取りすぎて、結局何が私は知りたかったんだろうみたいなね、ちょっと頭の中ごちゃごちゃになってわからなくなったり、夢とか幻想がねどん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 広がって、気づいたらこう現実的なところからこうだいぶ離れてしまってたりとか、あとこう誰かのために何かをしたいという気持ちも、強く、なったりして、で結局そのこの3つのエネルギーがこうごちゃ混ぜになって、一体本当は自分は何がしたかったのかっていう自分がよく分からなく、なってしまうようなエネルギーなんですね。まあ、どれが強くなるかっていうのはその人のもともと持ってるエネルギーによっても全然違うかとは思うんですけれども、自分の軸がしっかりとしてない人はちょっと混乱しそうなエネルギーでも ありますので、やはりですね、この、まあ、こんな時は一回原点に戻って自分が目指していたものは何なのかとかね、自分は何のためにこれをやろうと思ったのかとか、自分の価値って何だったんだろうとかね、そういうその自分軸はどこにあるのかっていうのをこう見直してみるとね、いいんじゃないかなと思います。でこの自分軸がしっかりしてくると、この3つのエネルギーっていうのは実はいい方向に働いてくるんですね。例えば、良い情報が入ってきたり、インスピレーションとか、直感がね冴えて、こう何かこう導きのようなことがね起きたりとか、あとこう何かこうより良い方法がね見つかったりとか、そういうこういいエネルギーにも、使うことができますので、やはりねこの、まあ、こっから先の時代っていうのは必要にはなってきますが、自分軸、自分の価値ですよね、この自分自身の価値っていうのをしっかりと持つということが、まあ、大事だなっていうのを感じられる、今日のエネルギーなんじゃないかなと思います。感情的にも混乱したりとか、対人関係とかもちょっとこうトラブルに なりやすいエネルギーでもあるので、まあ、そのあたりはちょっと気をつけていただきたいなっていうふうに思います。それでは、今日も素敵な一日になりますように。いってらっしゃい。